はいええ遠野江ですそれでは今日はですね地球を包む愛よりバイデンとイランに忠告という題でお話をしたいと思います2023年10月30日イスラエルハマス戦争の真っ最中ですねで,でによって非常に重要な内容を含みますのでまより正確を期するために今日も スライドをを使ってて解説をしてみたいいと思います。でこの「地球を包む愛」というものはですねこれは、えー、2021年のエル・カンターレ祭にて大川隆法総裁が説法された題名なんですね。でこれは2021年の12月14日埼玉スーパーアリーナで行われたものであります。 まあ2年経ってないつい直近のものですねこういうふうな、えー、満杯の会場で抗議、えー、が説法がありましたで、えー、ここでおっしゃったことはですね、まあ、あの今年2021年にはもう120回目の説法になりますとでトータルではもう3369回、まあ、1986年からですね えー、35年ぐらいの間をかけて、えー、3369回で本ももう2900冊出してますと冒頭のお話ですねただし、まあ、皆さん簡単には悟ってくだ,らない、えー、くださらないし私の方も簡単には広がらないので私の努力に終わりはありませんとちょっと意味深なお言葉が最初にありました で、えー、ここでお、えー、話しされたことは多岐にわたるんですが、まあ、大きく言うとですね最初に「雨の御親神」のお話から入っていってそして後半に地球規模の話へと広がっていきました。で今日はですねむしろこの最後後半の地球規模の話の中で特にですねこの中で。 バイデン外交の問題という論点が1つあるわけですそれとイランへの忠告のお話があってこの2つが今回のイスラエル・ハマス戦争に関連すると思いますので、まあ、ここをですね基本的に抜き出してお伝えをしようと思っています。でじゃあバイデン外交どんな問題があるのかということなんですね。 でこれはですね、まあ、今あ、バイデンさんやって4年ぐらいたとうとしてるわけですが、まあ、世界のリーダー国ですよね、トップリーダー国なんですが、戦略眼のなさが問題点だということをおっしゃってるわけです。で、どこに戦略眼がないのかというとですね、その一番の大元は、バイデン大統領の掲げた理念ですね。 民主主義国対専制主義国家の戦いとこういうふうに発信した理念に問題があるということをおっしゃってるわけです。民主主義対専制国家これがこの理念でやったために何が起きたのかといいますと全世界で分断が進んで戦争の危機がどんどん迫ってるとまあこのお話の直後に ロシア・ウクライナ戦争が始まって、そして今、イスラエル・ハマス戦争が始まって、まあ、このお言葉通りなんですね。どんどん戦争が始まってると。でまずロシアを敵に回した。ロシア・ウクライナ戦争で、えロシアのプーチン大統領をですね、えこれもうヒトラーのような独裁者だというふうに言って、まあ、世界中で囲んでですね、えー、まあ、敵にしたわけですが、ロシアを敵に回した上に、 中国も敵に回した。専制主義国家ですから、えー。中国も当然敵に回したし、それからイランも敵に回したわけです。イランもどちらかというと専制主義国家的ですから、えー、もう全体主義に近づいてるという話もあるぐらいなので、えー、イランも敵に回し、他のイスラムの国もそうなるだろうと。基本的にはですね、中東はそういうふうに、えー、民主主義は十分に、 広がっておりませんのでイスラムの他の国も結局的に回すことになるだろう今ちょっとそうなりつつあるわけですね。さらには東南アジアにも火の,心は火の粉は降りかかっていくつかの国で戦いの前哨戦が始まるでしょうとミャンマーがですね中国のバックによって軍事政権に取られたあの皮切りに今フィリピンで激しく 中国とおつばぜり合いをしてますよねだからあフィリピンの船2隻に中国の艦船が体当たりをして今問題になってますそういったことが起きてるしまあ日本の尖閣の付近でもどんどんとですね、えー、えまあ何て言うんですかあのー、お領海に中国船がどんどんと侵入してきてるという問題が起きてると台湾でもそういう問題が起きようとしてると。で全てバイデンさんの 戦略眼のなさが引き起こしているということなんですねで、個々の判断はいろいろあるんですが大元の理念が間違っているのでそこから発信するようなさまざまな判断全部間違えているというこういう構図になっていると思うんですねだからこの土台の理念ってものすごく大事だということですね、えー、まあこれ、えー、例えば仏教の発祥道に例えたら土台に正真という正しい信仰心があって その上で証券、証詞、証語と、えー、どんどん正しい見方正しい判断正しい言葉と続いていくんですけど大本の土台の正真信,信仰のところがあ歪んでくるとその,その上に載ってる証券、証詞、証語、全部歪んでくると、まあ、それに似て,似てますね。大のの理念を間違えたので この理念から発するさまざまな外交の判断全部間違っていきつつあってすべてがですねこのバイデンさんのこの戦略がのなさがこの対立を引き起こしているということですでさらにじゃあどうすべきだったのかというところをおっしゃってるわけですねこれ非常に重要なところだと思うんです、えー、あの結局改善策ですねどうすべきだったのかとこれはですね えー、民主主義対専制国家という図式を作るんではなくて信仰ある国と信仰なき国の戦いという図式を掲げるべきだったそういう理念を掲げるべきだったということをですねこのすぐその後の2022年の1月のメシアの方講義で大川隆法総裁が明言されているわけです。この図式がが大大事事ななんだとととぜそれが大事かと言いますと この図式でいくと信仰なき国の側はですね中国と北朝鮮ぐらいになると、まあ、それ以外にキューバとかいろいろ上がってくるかもしれませんけどあそこはあ完全に宗教を、あのー、否定してるんじゃなくて結構カトリックは残ってますから、えー、だからあもう完全に信仰なき国といったらもう中国と北朝鮮ぐらいになるということなんですね。で対する 信仰ある国の側はもうアメリカもそうだしロシアですねロシアもプーチンさんの改革によってロシア正教が復活してますからロシアにも信仰がある中東は当然イスラム教の信仰がありヨーロッパはキリスト教の信仰があり中南米もカトリックが広がっておりアフリカもですねイスラム教がまあ広がってるわけですねだからこういう図式で信仰ある国対信仰なき国で戦えば この理念だったら無神論国家を包囲できたということですね。これがこの勝利するために必要な理念であり戦略であったということなんですね。これを大川総裁この東京昇進館での説法で明言をされたわけです。で、えー それについてさらにですね、この今回のイスラエル・ハマス戦争の背後を考えていきますとね、これは、えー、宗教的な面でいうと、イスラエルとアメリカ、この連合軍が、ハマスとイランの連合軍と戦う構図になりつつあるわけですね。イスラエルとハマスの戦争でしたけど、アメリカはすぐイスラエルを支援に入ったし、 イランはです、ね、結局ハマスの後押しをしていましたしそれから北のヒズボラ南のフーシ派全部イランの肝入りなわけですねだからまだちょっと代理戦争的ではありますが、まあ、結構こういう構図があるしもうすでにイランはアメリカのイラクとかシリアの基地を攻撃してますからまだあのドローンで攻撃してる程度ですけれどももう小競り合いは始まっているのでこの構図になりつつあるわけですね。 これどういうことかというとこれ信仰ある国家同士が激突してるわけですねイスラエルもアメリカも信仰ある国家ハマスもイランも信仰を持っているだから信仰ある国同士が激突しちゃっててそしてその間に無信論国家の方に力の空白を与えてるというふうに見えるわけですどんな力の空白かというと極東にです、ね、アメリカの 海軍力が及ばなくなくりつつあるのでだから中国がフィリピン戦に体当たりをしてみたりあるいはアメリカの戦略爆撃機に3メー,ターまで幅寄せしていったりですねさまざまなこういうプレッシャーを加え始めてるわけですね。これがもしこの中東でのイスラエル・ハマス戦争が長引くともっと力の空白が極東に生まれてこれ台湾取られてしまう危険性とか。 台湾に続いて尖閣それから沖縄どんどん取られていく危険性というのが生まれつつあるわけですね。でこれについては2022年去年大川総裁は十字架の女という小説を出してここで警告しております。十字架の女というのはこういう本ですね。全部3巻になってるんですけど。 1> 1巻、2巻、3巻、特に2巻の復活編においてこの,このままいったら世界がどんな形で、えー、世界大戦になっていってそれから非常に地球的な危機になるかということをここでシミュレーションされています小説の形ではあるけれどもその警告がなされているわけなんですね。で、えー、これについてはですね えー、ヤイドロンさんという宇宙存在が年のの月30日にこの件にこ件ついてて触れれおられますだからこの十字架の女によって何をしたかというと目視論的な世界観をぶつけてこのままいったらハルマゲドン最終戦争が来て地球が 終わりますすよとという警告をここでで発したんですと、えー、だからこのままいったら大変なことになる直前ですよと言っててその通りに今イスラエルとそれからまあイランあたりのですね中東での大きな対戦が始まる最初の発火点がですねもう発火しちゃってるわけですね。だからここはもう政治とか軍事的な解決ぐらいでは難しいんだと。 だから2国家をイスラエルにパレスチナ国家とイスラエル国家を作ったとしてもどちらも相手が悪魔だと思ってですね相手を殲滅しないと自分がやられると思っている限りまた必ず戦いが始まるのでそれはもう根本的な解決にならないとだから宗教的な解決が必要であるということでこれはまあこれまでさまざまにですね旧世の方等でご説明したように 宗教的な解決の一番の根本は神様のところこの認識なんですね。その神様の認識は何かというとユダヤ教の神のエローヒムという存在それからイスラム教の神のアッラーという存在それからキリスト教でイエスが天なる父と呼んだ存在は全て同一存在であるここが全てを解決する鍵であるということなんですね。 この霊的な真実ですねこれはもう幸福の科学でずっと明かされ続けてるわけですが、まあ、冒頭で言ったようにまだエル・カンターレの教えが十分に広まってないのでだからここをですねこの認識を広げていく必要があるということなんですね。でもこの宗教的な解決をしない限りおそらくこの戦いは終わらないでしょうということをおっしゃってるわけであります。でその中でですね まあ今、イランがちょっとこう戦いの中に出てきてイランがです、ね、このままイスラエルがガザのハマス攻撃を続けるならばこれバックをイスラエルのバックにいるアメリカもただでは済まないと言ってみたりです、ね、介入をしていくと言ってみたりしてちょっと不穏な空気が漂っているわけですね。イランが出てきたらこれ本当に ハルマゲドンになるんじゃないか大変なことになるんじゃないかというこういう観測が出始めてるわけなんですがこのイランについてですねオ川カー総裁はこの地球を包む愛の中で2021年12月の直近の説法の中でイランに忠告をされていますこれが今日の重要論点です。でどんなな忠告をなさってるかというと、と、うイランは中国と 年年契約約の原油供給を約束を束しししてましまいましたと25年間ですねだから今こういうふうな二酸化炭素問題というのが話し合われているにもかかわらず化石燃料をなくしていこうという話し合いがあるにもかかわらず向こう25年契約で原油をどんどんと供給しますと約束しただから2050年近くまでもうこの約束をしちゃったわけですね。でこれは まあ、イランの立場に立ってみればイランが食べていくために仕方ないところもあろうとはおっしゃってましたなぜならばイランは今インフラが進んでいてもう民衆の生活が大変苦しくて大変苦しいからこの政府を倒せという革命が起きる可能性が出てきているとだから中国に原因を買ってほしいとこういうふうに今イランは思ってるんでしょうとただしイランに 忠告するけれどもその判断はいずれ亡国への道になるだろうというふうにおっしゃったわけですでなぜそうかというと燃料を供給して豊かになる時代はもうすぐ終わるからだとおっしゃったんですねまあこれは言ってみたらオイルマレーの終焉ですねだからもう今この二酸化炭素問題とか出てきてるので だいいたエネルギーの開発に向けて世界中がですねどんどん動いてますからやがてこのオイルだけで豊かになるという時代が終わろうとしているとだから中国とこういうふうに原油供給の,あのこれを契約を結んだとしてもこれイランは立ち行かなくなる可能性がありますよとだからそういう形で経済を反映させようとするんじゃなくて 一人一人が仕事を作って国が発展していく道を選び取りなさいと。これはあのジョブクリエーションと呼ぶんですが、要するに、真っ当な企業家精神を発揮して、新しい産業、新しいビジネスを作って、それで発展する道を歩みなさいと。オイルさえ出ていればですね、左打ち輪で大金持ちになるという時代がそろそろ終わろうとしていると。 だからこういうふうに中国と長い契約を結んだとしてもこれうまくいかなくなりますよとしかも本心で別に中国と一緒にやりたいわけじゃないでしょとなぜなら中国の,です、ね、あの西の方でイスラム教徒がすごい弾圧されてますよね弾圧されてるのにイランはイスラム教徒でありながらそれ助けに行ってないですよねだから本心は中国の人権弾圧について ここでこ持ってないはずなのに経済的にしょうがないからこんな契約をしてるけどそれ、亡国への道になりますよということをまあ忠告なさったわけですでさらに次が一番今日の大事なポイントになるわけですがイランはですねだから生き延びる道を探らないといけないともうイランの国が消滅する危険性もありえますということをおっしゃったわけです。で何をおっっしゃったのか これが今日本当に重要なところなんですがイランは核兵器を作るのをやめてくださいとおっしゃいましたなぜやめるべきなのか作ったらイラクと同じ運命が待っていますとでイラクはもう完全に徹底的に西側にやられてしまって潰されましたよねそれと同じ運命になりますとそれはもう,もうすぐですと今ですね2023年の 年初でイランのウラン濃縮度84%までできているんですねこれが90%までいったら兵器化が可能になると言われてておそらく2週間ぐらいでウラン濃縮90%までできるでしょうと言われていますただまあそれにミサイルを載せたりとかですねさまざまな技術がまだ必要ですから2週間ですぐ核ミサイルが撃てるとはわかりませんがただもう,もうすぐのとこまで来ているだからやめてくださいと これをやったら、これはイラクと同じ運命が待ってますと。どういうことなのか、さらに踏み込んで、こうおっしゃったわけです。イスラエルとイランが核兵器を持ったら、生き残るのはイスラエルですと明言されたわけですね。イスラエルはもう核兵器持っております。イスラエルはもう80発の核弾頭を持っていると言われている。イランはまだ持っていませんが、まあ、このウラン濃縮をやって、まあ、おそらく う2つぐらい核弾頭を作れるんじゃないかというのが専門家の意見ですね。だからこの80発持ってるイスラエルと2発しか持ってないイランがですね核兵器を持ったらこのイスラエルは必ずイランはですねイスラエルを滅ぼそうと思ってるし、えー、と,もということはイス,イスラエルは国家を守るためにイランを攻撃するとずっと言われてるわけですね。だから核兵器の打ち合いをしたらこれ生き残るのはイスラエルですとこれ重要な 予測をエルカンターレが立てられたわけですだから、イランはなくなりますとおっしゃったんですね。で、エルカンターレはですね、どちらかの側に立っているわけではありません。イスラエルの味方をしているわけでも、イランの味方をしているわけでもなくて、地球人の立場からこの両者を融和させたいと思っておられるわけです。どっちを味方しているわけでもないんですね。だから、こういうふうにおっしゃったんです。だから私の言葉を聞いて 踏みとどまってくださいこれが地球を包む愛愛かかららののななる存在言葉んですねどうぞイランよ踏みとどまってくださいと,れ、ね、と,さいとそれはどういうことになのかさらに踏み込んで西洋化してください民主化をしてくださいそれが生き延びる道ですとこうはっきりおっしゃったわけですだから結局何が問題かというとイランの原理主義的な考え方ですね だからヒジャブといって女性が髪を隠すヒジャブをちゃんとつけてなかったからといって22歳の女性をこの道徳警察が連行してそして拷問をかけて殺してしまったということが今大問題になってますね。でついい最近もなんか16歳ぐらいの女学生がです、ね、やっぱ同じように、 ヒジャブをつけてないから地下鉄の中でこの警察に多分頭を殴られたのか、えー、それで人事不詳になって今あ生死の境目をですねさまよっているとこういう問題が最近も起きてますだからまあそれは象徴されるようなこの原理主義をやめて西洋化もうちょっとしてください民主化をしてくださいそうしないと生き残りませんよということをですね忠告されているわけですね我々はこれを知っておく必要があると思います でその大川総裁の自分のお立場をですね明確にされてるんですね私は仏教も日本神道もインドの宗教ヒンズー教等もそれからキリスト教もユダヤ教も理解しているしイスラム教も理解をしておりますとだからみんな理解をしてると、まあ、理解してるというか仏教のブッダそれから日本神道の一番トップにいる雨の御親神 それからインドの宗教の一番トップにいるビッシュヌと言われる存在それからキリスト教の天なの父ユダヤ教のエロヒムイスラム教のアッラ全て同一存在だからですでその地球を包む愛の立場地球神の立場からイスラム教を見た場合しかしイスラム教の原理主義は変えるべきだと思ってますというふうにおっしゃってるわけですね。でもしこれを 変えられなかったらあなた方イランの方々は間違った道を転がり落ちていくことになると思いますとだから変えなさいと未来を変えなさいとそれは西洋化して民主化をしてくださいとこういうことをおっしゃったわけですそれしか生き延びる方法はありませんということを言われたんですねこれ重要なお話であり今の この世界情勢を占うときにもこの言葉はですね大変重要な響きを持ってると思うんですねでさらにおっしゃったのはアフリカにも忠告をしておきますとこの時の講演ではですね世界中の国にいろんなことをおっしゃったんですインドに対しても、えー、ただアフリカもですねそれをおっしゃってちょっと関係があるので言いますとアフリカの人にも今イスラム教が広がってますけどそこは貧しい国ばっかりですと なんで貧しいかというと共産主義に極めて似た生態が広がってますと要するに平等ということを強く推し進めているのでもうとにかく貧しさの平等みたいになって低いところでの平等になってしまってみんな貧しくなってますとだけどこの本当の神これは地球神のことですね地球神は皆さんの自力によって豊かさを導く道を説いてますこれがまあ要するに起業家精神を持ってジョブクリエーション 新しい仕事新しい事業新しい業界をつくってそれで豊かになりなさいとそして我が言葉を軽んずることなかれというふうにおっしゃったわけなんですだから結局最後のですねこの講演のまとめは伝道の話でしただから世界164カ国これあのみんな衛星中継とかですね その後の DVD で164国までこの話は聞かれたわけですがどうか私の話を近隣の方々に伝えてくださいとまだ人類は救えるところにいますとおっしゃったんですねこれが2021年の12月ですしかし <coughs> 私の言葉をもし聞かなかったら地球人の言葉を聞かなかったら人類は半分にまで減る可能性だってありますと。 この半分に減るという可能性のシミュレーションはこの十字架の女の復活編で結構されてるんですねまあここでは半分どころではないようなシミュレーションがなされてますからこれもぜひ読んでみてくださいこの復活編の最後でそのシミュレーションがなされていますなのでそういうふうな結果になる危険性もあるのでそれを10年以内に <laughs> 見ることをできれば避けたい10年以内といえばですね2032年ですだからもうあと8年ぐらいですねだからもうそれぐらいの危機があるとおっしゃってそして今もうこの話の直後にロシアウクライナ戦争が起きそして1年後にはイスラエルハマス戦争が起きているのでこの種のお言葉のまあ悪い方の予言通りに今なりつつあるわけですよ。だから そういう危険が地球に近づいているので、どうか私の言葉を信じてついてきてください。そして伝えてくださいということをですね、最後に四肢空されたわけです、えー。大変私も心に響きました。なのでですね、えー、今日本当に大事なことをお伝えしたんですが、今日の話をもう一回まとめますと、エルカンターレの方教えはまだ十分に広まっておりませんと。 3,000、えー、冊の本出しましたけどまだ十分広まってませんとまだその理解が甘いですということですね。で特に今世界ではバイデンの外交理念で民主主義対専制主義のこの理念の立て方の失敗によって世界が二分されて戦果が広がろうとしてますこのままいったらまだまだ広がる可能性があると。しかもその中で特に 中東の局地的なことを言うとイランは原理主義をやめて核開発をやめないと国家消滅の危険がありますとだから今すごい強気にですねイランは言ってますイラ,ンのイランを怒らせたらアメリカもイスラエルもただでは済まないということを言って、まあ、強く出なければああいうイランの国の中での不満をまとめられないという面もあると思うんですねだ強く出ておられますがただあんまり突っ張ってですね この核を開発すると核戦争をもうやるとかですねあるいは原理主義は絶対やめないとかって言ってると国家消滅の危機があるのでこれなんとか止めたいということですねだからこういったことを含めて今地球は非常に危険になっていってるから地球を救うためにどうぞエルカンターレの方教えを広めてくださいとおっしゃってるわけです。で私もですね及ばずながら 今起きているイスラエル・ハマス戦争に関係のある教えがこれまでエルカンターよりたくさん説かれてますからだからまあ連日のようにですねその教えをご紹介しておりますでこれは私の解説でありますからどうぞですね直接こういう教えに当たっていただきたいなと思うわけですね、えー、ということで今日は「地球を包む愛」という講演からですね地球神の立場からバイデン大統領と イランに忠告が入っておりますからそれ、イスラエル・ハマス戦争がこれから竹縄になろうとしている最中でもありますので、まあ、警鐘を鳴らして未来への希望をです、ね、灯す意味でまあお話をさせていただきました。参考になれば幸いいです。ありがとうございました。